おはようございます。暑いっすね。暑いな。34度ごろ。4度ごろ。ちょっと今日も走っていきましょう。はい。はい、お土産ある。お土産。お。すいません、いろいろもらってばかりね。ちょっと。はい。リンみたいな。これジャギー、ジャギーさん、いいでしょ。これ芋焼酎。そう、佐賀に行った時に買ったんですよ。行った酒造さんの。すごいな。そう、芋なの。コラボってる。これもいろいろあったよ。はい。レイとか、あ、そう、ケンシロウとかあったんやけど、なんか自分に合うって言ったらジャギーかなーっていう。人間性があるじゃない。ああ。一番人間っぽいじゃないですか。ありがとうございます。ちゃんと一人で飲んで。ジャギの全力な凶暴さをイメージしたんだ。おー、じゃあちょっとこの凶暴さを自分の中に取り込んで。はい、まあ、ちなみに俺ラオウ買ったけど。ラオウも芋焼酎。あ、全然全部一緒だった。あ、そうね。ありがとうございます。まだ俺も飲んでないんで。飲みたい。ちゃんと一人で飲む。寝る前にこう、こんぐらいのやつで飲めば。一日、そうやな、したら、2ヶ月ぐらい。ショット一口みたいな。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、いただきます。はい、ありがとうございます。ちょっと挨拶します。はいはい。うん。チュース、どうも、ティエブランです。ウィンターマン。どうした？熱でうなされてるのか。いや、もう夏です。今日は夏秋。焼酎をいただいて、はい、平日飲むのはちょっとリスクあるので、週末とか夏休み今度入ってくるので、はいはい、がっつり飲ませていただこうかな。まあ寝る前にもう、そうだね、一杯グラス一杯、あんまりこうお酒を飲む習慣が自分はないので、まあちょっと大人のたしなみとしてね。そしてそれが芋焼酎。マジンガー Z もあった。え、あ、そう、マジンガーかな、デビルマンと合わせたけど、なんか長井先生とも、まあやけど、ヤギの方がいいかなと。まあまあ人間味溢れてるキャラ、ああ、まあ自分に合ってるから。だよ、ありがとうございます。いえいえ、あ、もう頭いって。いやでも本当暑いですね、これ。暑いよ、これ多分今の時点で30度ぐらいあるんですね。まだ9時過ぎ、9時ぐらい。ああ、ちょっといつもより早めに出たのは出たんですけど、もうさすがにこの時期だと暑くなる。なんだかんだでもう8月になってしまいましたけど。なったね。冬の時はね、やっぱあんまり走れなかったんで、はい、ちょっともう梅雨もしっかり明けて、また走れる時期になってきたんで、ちょっと暑いけど頑張っていきましょう。はい。今日はまたちょっと福岡方面に行きたいなと思います。はい。まあ、前走ったところプラやると暑くなるタイミングが早かったけど、なんかガチンガチン、もうあと1ヶ月ぐらいすりゃな、少し涼しくなるかもしれない。実は今、はい、撮ってる GoPro が出て、はい、もう GoPro ケース変わりました。おお。ただちょっと今日はまだ試運転みたいな感じなので、はい、ちょっと2カメ体制はちょっと次回以降にしようかな、はいはい、まずはちょっと天単体でちゃんと取れるかなっていう確かめたいな、はい、まあこれが問題ない。さっき走る前に一回電源切れて焦った。まあおそらくは何も操作しなかったら切れるっていう、多分機能が働いてるんじゃないかな。大事なところが取れてないとかってなるとちょっと困る。まあちょっとちょこちょこチェックはしてきます。そうやな。はい。この短距離でウィンターマン。
曲がり角3つのうち2つ抜いた。あっつ、富士でもうこの暑さ。今日行くところはですね、はいはい、もう1年ぐらい前になるんですけど、はいはいはい、走ってなかなか面白い道だったんで、ちょっとどこにも一回行こうかな、まあ、プラス新しい道も候補あるんで、そっちの探索も兼ねて行ってみようかな。財布を見つけた回がかなりコメントいただいてるんですよ。あ、本当よね。普段だいたい返してくれたよ。そうですね、普段の3倍4倍ぐらいのコメントいただいて初めてコメントしてくださった方もいて、あ、本当、はい、あの動画自体はずっと見てくれてたみたいなやつ、初めてコメントします。皆さんすごい温かい言葉をかけていただいて、まあ俺から言えるのは、はい、なってんじゃねえよいやあれでも本当奇跡よな。そうやな他の方もね、やっぱいろんなもの落としましたっていう落とし物あるあるコメント欄に書いていただいてたり、もうメガネを落としたとか、もうメガネをこう外してなんか入れとったのか、入れとったんかな。その方はもう残念ながらもう割れてしまったみたいな。あ、見つかったけど割れた、見つかったけど割れちゃってた。あとは高速道路で財布を落とした。地獄や引き返せないで。あ、そうやいやそれも辛いよね。落としたことが分かってるけど戻れないって。スキーかなんかでゲレンデで車の鍵を落としたんです。多分うちらより難易度高いんじゃないか。そうやな、多分スッて落としただけでも雪にまず埋もれてしまうから。いや、さらに他の人が踏み込んでば、そうそうそう、隠れてしまう。絶対分からんやん。あお前もこう人生というものを落としとる。え、あれもダメでこれもダメで、何を渡さそういうの。もうやりづらいでしょ。ああ、なんかちょっとビジュアル系っぽいな。あ、うん、か全然ビジュアル感ない。じゃあどなた。これ世紀末の空の神。あ、世紀末。デーモンという名前をつけとる割には天使の歌声という噂のデーモン小暮かみたいな。YouTube のおすすめで世紀末の動画が出てる。ああ。僕がなんかテントの上の方から飛び降りて、こうね。もう私は今急に元気がなくなってしまった。MC 力半端ないなと思った。悪魔やけど。お前なんでそれでだか教えてやろうか。はい、俺が、はい、お前にジャック・ザ・リッパーのライブのやつ。そうか、あれを見たらそうか、おすすめで。そうそうあ、じゃあこれ左曲がります。いやね、お願いします。上がります。おーい、いや俺も最近さ、はい、YouTube のなんかおすすめみたいあるやん、はいはいはい、全部剣道になってちょっとやろうかな。あ、復活する。あ、ちょっと今からやれる剣道やろうかな。これ右、あ、やばすぐ待って、福岡行きますけどそこまで行かないって大丈夫先に、はい、で剣道やろうかな。はいはい、昨日からですね、はい、作り始めたんですよ。市内はあったんで、まあそうだね、つばがないんですけど、まあまあまあ練習するじゃん。そうしたら、はい、速攻で豆でいきます。はい、あ、やっぱもうブランクをあーもう感じるねでもね、はい、いや結構いい感じの素振りあったよ。あ、結構まだ衰えてないっていうか、いや納得できる感は、やっぱもう体に染み付いてるのある。あ、そうやろうね。なるほど、そうそう、もうそこぐらいまでちょっと行くために練習してるわけ。そうやけど、はい、膝悪いんで。ああ、そうです。これマジで膝致命傷やん。昨日素振りでもやっぱり、ああ最後抜ける面の時に、ああ俺の膝が抜けそうになったっけ多分サポーターしてやらないかんけど、ああ最終的には多分手術ってもダメやな。ああ、そうです、ね、右足やったら、でも右足もどうせ新脚で踏むけんな。ああ微妙なんですけど、でもまあまあいいかな。大分県予選みたいなのがあるんですけど、はいはいはい、
全く多分いらないっぽいです。あ、そうなん、全国大会への予選みたいな。あ、そうです。それはまあ大分県の剣道連盟とかに所属しとけば出れる。あ、団とかはじゃあ多分いらないと思う。なるほど。金かかるって取らんかったもんな。まあ、今度ちょっと撮ってよ、ショート動画とかでもね、はい、あの撮れるんで、ちょっとそれでぜひ撮らせてください。そうなんやろ、フォークガンって言うんだよ。テントってやっぱ直投手は高い。一つだけお前知らんやろうって言っとくけど、はい、商談試験あるやん、はい、上に行くにつれ綺麗なフォークじゃないと受からない。あ、そうなんだ。フォーク言われている。あ、なるほど。だけ結構やっとる人は、はい、商談試験用のフォークとか持っとる人も多い。なるほど。いや、めちゃくちゃ綺麗なやつみんな。俺はそれに何を求められるとかわからんねんけど、はいはい、いるらしいの。あれ、ちょっと待って、また前もここら辺で見るならそこの鍵にしよう。前もなんか同じ失敗を繰り返したんだけど、ちょっと確認します。だいぶ通り過ぎてます。まあそうなんだろうね。よいしょ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れ。